皆さんこんばんは。カンドラチャンネルライフマガジンです。本日はですね、観光から学ぶ観光会話ということで、3話を持ってきましたよ。で、投稿でもね、予告させていただいた通り、名言ですね。ソイルとウクの名言が出てる第3話でございます。レッスン方法についてですが、もう省略させていただきますね。もう3回目なので。大事なのは、聞くだけじゃないですよ。見るだけじゃないですよ。喋る練習をしないと上達しませんよっていうのを元に、この動画を作っております。ではでは、30分しかないので、早速、始めていきましょう。はい。本日の動画一つ目です。4つのセリフを主に、練習したいと思います。なので、楽しみながら見てみてください。では始めましょう。소리를 내기 쉽지 않은 것인데 잘 부는구나. 소리를 내기 쉽지 않은 것인데 잘 보는구나. 오늘 씨, 皆さん 覚えてますか? 마, 네, 무덕가, 네, 자욱, 너, 네, 신수원, 요와, 키, 요, 네, 使えるようにするためには呼吸法が必要でしたね。なので、呼吸法をソイルから盗むシーンになっております。だけど、昔ね、ナクスだったムドックはね、ユルと、エピソードがありましたね。なので、ユルから、ソリルネギシッチャンゴシでチャイブヌムナ。音を出すのが難しいものなのに、よく音を出せるんだね、というふうに言ってますね。지가 잔재주가 좀 많아요. 지가 잔재주가 좀 많아요. 그거 연습해 보시죠. 지가 잔재주가 좀 많아요. 지가 잔재주가 좀 많아요. 네. 지가와 모토부터 제가 ですね. 前々からお伝えした通り、ムドックが喋ってるのは方言なので、標準語にすると제가。私がっていうことですね。チャンジェジュが、特技がですね、特技がジョンマナよ。ちょっと多いですという話をしております。では次行きましょう。돌려줘. 돌려줘。簡単ですね。これぐらい覚えていただけると嬉しいかもしれないです。돌려줘。返したっていうことですね。練習してみましょう。돌려줘。돌려줘。はい。返してと。それに対して、ムドクは?꽤 오래된 것인지 왜 이리 낡은 것을 지니고 계셔요? 꽤 오래된 것인지 왜 이리 낡은 것을 지니고 계셔요? 꽤 오래되다. 꽤 오래되다와 かなり 古いものですが、왜 이리 낡은 것을 지니고 계셔요? なんでこんなに古いものを持ってらっしゃるんですか?って聞いてますね。化粧用はいいですね。消しだ。もともとはいますですよね。いる、います、消しだ。敬語が韓国にもあるっていうのは皆さんご存知だと思うので、いる、います、いらっしゃる。に当たるものですね。では、次行きましょう。待ってください。はい。どなたか入ってるみたいなので。では、次行きます。오래된 친구의 것이다. 오래된 친구의 것이다. これ練習してみましょうか。短いしね。大体、初級の方、ビギナーの方が多いと思うので、なるべく短いセリフを練習するようにしますね。では、練習してみましょう。俺でんチングエゴシタ。はい。俺でんチングエゴシタ。はい。俺でんなので古いということですね。昔のチングエゴシタ。チングイですね。
친구はぜひ覚えてくださいね。友達のものだということです。では次行きます。친구의것을도련님이지니고계신걸보면그이는이제없는가보죠친구의것을도련님이지니고계신걸보면친구의것도모다치노모노오에지니고계신걸보면못데르못데라샬노미르또ですね그이는이제없는가보죠에その人はもういないかもですね。ですね。クイヌンっていうのが多分ね、初めての方多いかもしれませんが、もともとは、あの人、その人っていうのは、ちょーサラム、クーサラムみたいな感じで言うんですね。だけど、サラムじゃなくて、イで人を表現する場合があります。なので、クイでその人になりますね。その人はもう、要は、ナクスはもういないかもしれませんよね、と。次行きましょう。그래。그친구의유품이다。내게소중한것이니돌려줘。그래、그친구의유품이다。내게소중한것이니돌려줘。그래、そうだと。その友達の遺品ですと。だから、내게소중한것이니돌려줘。俺に大事なものだから返して。ってことですね、うん。そうなんですよね。このね、まあ、このシーンがね、最後ですごい美しく出ますよね、またね。まあ、何度も見てる方、覚えてらっしゃると思いますが、そこまでね、頑張って勉強していきましょう。では、次行きます。돌려줘。이걸돌려드릴테니까、호흡법을알려줘요。이걸돌려드릴테니까、호흡법을알려줘요。これ、ちょっと長いですが、話してみましょうか。이걸돌려드릴테니까、호흡법을알려줘요。はい。이걸돌려드릴테니까호흡법을알려줘요はいどうですか皆さん喋ってますか喋る練習が大事ですよまあねなんでやってるかというとうーん結局前も言った通り我々はこうスクール形式の教育しか受けてないんで英語も喋れないじゃないですかなのでどんどん喋る練習をしないと、いざとなった時に喋れませんよっていうことでやってますね。まあだからどういうシーンがありますかね。皆さんが韓国の旅行に行って、お店に入った時とか、あるいは、まあ、たまたまね、韓国の友人がいて、友人と、話ができる時とか、韓国の旅行に行った時に、うん、声かけられたとか、あるいは声かけたいとか、そういう時に使えたらいいなと思ってます。이걸돌려드릴테니까호흡법을알려줘요。これを返しますから呼吸法を教えてください。ということですね。次行きます。알려줘도쓸모없는거라면서요。알려줘도쓸모없는거라면서요。요で終わるのは方言って言いましたね。標準語はよ。教えてあげても無駄だって言ってますよね。っていうことですね。では次行きましょう。지도이거가지고있어도쓸모없는건데。바꿔요。지도이거가지고있어도쓸모없는건데。바꿔요。私もこれ持っていても無駄ですけど。交換しましょう。ここではね、바꿔요をぜひ覚えましょうか。では練習してみましょう。바꿔요。はい。箱よ。はい。交換しましょうということですね。うん、呼吸法と、今、返してって言ってるものを交換しましょうということですね。では、次行きます。
지는 이거 쓸모없는 거라. 부러뜨려 버릴 수도 있는데. 지는 이거 쓸모없는 거라 부러뜨려 버릴 수도 있는데. 있는 D가 네 됐네, 요즘구와. 아, 또 지와 제 됐었네. 私は これ無駄だから、いらないから、壊すこともできますけど。で、脅迫をしてますね。この後、ゆるの名言、ね、皆さんご存知の、出ますね。はい、見に行きましょう。なんで。세순만허락한다これですね、皆さん。ね。ね。ユーロの名言、세순만허락한다。意味、皆さん覚えてますね。3回の呼吸だけ許すってことでしたね。세순만허락한다。せっていうのがね、前も話しましたけど、花どるせのせですね。なので、3回目っていうことですね。で、すんっていうのは呼吸だから、3回の呼吸だけ許可するということでしたね。では、練習してみましょう。せすんまんほらかんだ。はい。せすんまんほらかんだ。はい。練習できてますか？では、これで終わりかな。ですね。ではですね、次。まとめてみました。動画エッジで学ぶセリフということで、4つもう一回練習してみましょう。振り返りですね。違う、残念中がちょっと많아요。覚えてますか？これわざと書いてないですよ、意味を。私が、得意がちょっとあります。結構多いですっていうことですね。では発音してみましょう。違う残念数がちょっと많아요。はい。違う残念数がちょっと많아요。はい。二つ目、오래된친구의것이다。どういう意味でしたっけ？오래된친구의것이다。昔の友達のものだっていうことですね。これも練習してみましょう。俺で、チンゴエゴした。はい。俺で、チンゴエゴした。はい。では、三つ目ですね。パコよ。これ、覚えてますよね。パコよ。交換しましょうっていうことでしたね。はい。練習してみましょう。パコよ。はい。パコよ。はい。はい、最後です。せすんまんほらかんだ。これはね、さすがに名言ですからね。3回の呼吸だけ許可すると。では、話してみましょう。せすんまんほらかんだ。はい。せすんまんほらかんだ。はい。はい、ありがとうございました。では、2番目の動画に移りたいと思います。2番目はですね、無毒がですね、まあ、ゆるから、ね、話を聞いてちょっと悲しんでるところに、チャンオクが来て、で、そんな無毒を見てたチャンオクから嫉妬されるシーンですね。まあ、このね、韓国の、面白いとこ、このチャンオクと、ムドクの、まあ、韓国語でティキタカって言うんですけど、キャミですよね。が面白いですよね。このシーンを見ながら勉強を始めて、続けてみましょう。진기가돌고있는거야。진기が돌고있는거야。チャンオクがね、呼吸を分かったと。で、なんかこう、感じてると。気が回ってるのが。で、それを聞いて、無毒が、
触ってますね。で、チンギがトルゴイの村、木が回っているということを言ってます。はい、次行きましょう。いじじった。ねえ、めちゃくちゃ喜んでますね。ねえ。これはね、こういう表情されると男性はね、もう、いちごろですよ。いちごろ？いちごろし？うん。ですよ。いじてった。うん。もう大丈夫だって喜んでくれてます。いじてった。これ覚えましょうか。いじてった。はい。いじてった。はい。発音がね、このてったっていうのがすごく難しいと思うんですけど、ちょっとね、日本語にない発音があったりするんですね。これも全く同じで、とえで、てったなんですよ。それを今、てったにしてるんですけど、本当はてった。ちょっと難しいですよね。でこれ細かいところは気にせず、ね、一旦は話す、喋るでいいと思います。では、次行きます。너아까유리랑이정도로가까웠지너아까유리랑이정도로가까웠지どういう意味でしょうかあんた、さっき、ユリとこれぐらい近かったよねっていうことを言ってますね。嫉妬しております。ね。それに対して위험해。아직눈속에자국이있어。위험해。아직눈속에자국이있어。위험해。危ないよ。まだ、目の中に跡が残ってるよと。跡っていうのは皆さんご存知の、ブルーの、目ですよね。それが残ってると。うん、次行きましょう。アニャグル계속넣었는데。アニャグル계속넣었는데。アニャ、アニャ。目薬ですね。目薬をずっと入れたけどって言ってますね。거울에난비치던데뭐야이렇게보면보인다고네가이렇게보면보인다고이렇게보면보인다고こうやって近くで見ると見えるからって言ってますね네가유리를사모하면이렇게보게될거아니야아무나사모하면안된다고ちょっと長いですね니가유리를사모하면이렇게보게될거아니야あなたが유리を好きになるとこうやって見ることになるでしょ아무나사모하면안된다고だから誰も好きになるとダメだよと、うん、ってこと言ってますね、うん、誰でもですかね誰でも好きになったらダメだよと。아무나사모하면안된다고。発音してみましょう。아무나사모하면안된다고。はい。아무나사모하면안된다고。はい。では、続けていきましょう。이정도거리는나밖에안돼。これがまた名言2ですね。이정도거리는だばけあんで。ね。うん。アンドラね、こういうの、こういうちょっとね、恥ずかしいセリフ出ますからね。これぐらいの距離は、俺しかダメ。ってことですね。以上の通りの、だばけあんで。좋아。以上の通りの、너뿐이다。嬉しそうですよね。チャムクは。嬉しい表情なのか何なのか。褒めたら変な表情になってましたけど、なってますけど。ちょは、이정도거리는나쁜이다。いいよ。これぐらいの距離はあんただけだよ。嬉しいですよね。こんなこと言われたら。では、発音してみましょう。ちょは、이정도거리는나쁜이다。はい。ちょは、이정도거리는나쁜이다。はい。はい。喋ってますか皆さん、うん。では、次行きましょう。서율은사모하지않도록노력해보지。서율은사모하지않도록노력해보지。
そういうルは好きにならないように努力するよ。これでね、表情また変わってますね。嫉妬が始まりましたね。뭐지참아하지않는데노력이필요해왜지서율은잘생겼잖아はい、ちょっと長いですが。뭐지참아하지않는데왜노력이필요해뭐지何好きにならないようになんで努力が必要なのっていうことを言ってますね。왜지서율은잘생겼잖아まあ、そのアンサーは、서율はイケメンだから、かっこいいからですね。서율은잘생겼잖아。これちょっとね、皆さん練習してみましょうか。ね、잘생겼잖아ね、韓国で使えるかもしれないですよね。あるいは日本で、出会った男の子に言えるかもしれないですね。서율은잘생겼잖아。はい。서율은잘생겼잖아。はい。ありがとうございます。では次行きましょう。神器が돌고있는거야。間違えました。잖아。잘생긴찬내를사모하지않으려면노력이필요한법이다。잘생긴사내를사모하지않으려면노력이필요한법이고잘생긴사내를사모하지않으려면かっこいい男に好きにならないようにするためにはですね。하려면노력이필요한법이고노력이필요한법이고노력が必要だし。ってことを言ってますね。그럼나는아우리무덕이그동안도련님때문에노력하고있었구만아니요그러면나는우리무덕이그동안도련님때문에노력하고있었구나우리무덕이가요크대맞네네これはもう日本には絶対ない表現なんですが、よく우리무덕이、この우리を使って、우리って私たちという意味なんですけど、ね。だけど、私たちっていう意味で、じゃないですね。ここでは。だし、우리家族だったりとか、우리애기だったりとか、ね。우리여친だったりとか、こう、まあ、ハニーみたいなもんですかね。なので、すごい愛する、自分の、グループに言う言葉ですね。그러면나는、そしたら俺は、우리무덕이그동안도련님때문에노력하고있었구나。무덕이가今まで도련님の、ために努力してたのか、っていうことですね。そうすると、전혀、전혀は何でしょう。全然っていうことですね。はい。次行きましょう。왜지말이앞뒤가전혀안맞는것같은데왜지말이앞뒤가전혀안맞는것같은데말이앞뒤가전혀안맞는것같은데하나씩가앞뒤前と後ろが全く合わないけどってことを言ってます。그무덕이노력하고있었다고해예조련님진지하게해예계속이럴거야예야한번해주라はい。というふうに終わりましたね。じゃあ最後まで見ましょうか。그럴거야예무덕이노력하고있었다고해って言ったら、예조련님で適当に答えてますね。무덕努力してたって言ってと。それに対して、예조련님。진지하게해。너계속이럴거야。真剣に答えろと。あなたが、これからもそうなのっていうふうに言ってますね。チャンオクはね、嫉妬していて、まあ、ここら辺がね、やっぱすごく面白かったですよね。チャンオクと無毒のね、こういうやりとり。まあ、これからも続くと思うので、次も楽しみですね。では、動画2で学ぶセリフですね。4つ用意しました。振り返りを渡してみましょう。いじれた。皆さん覚えてますか？いじれた。もう大丈夫ってことでしたね。
では発音してみましょう。もう大丈夫。いぜてった。いぜてった。はい。そして、チャオクの名言。이정도거리는나밖에안돼。はい。이정도거리는나밖에안돼。はい。意味覚えてますか？이정도。これぐらいの거리는。距離は나밖에안돼。俺しかダメと。俺以外ダメと。では三つ目。좋아、이정도거리는너뿐이야。っていうふうに答えてくれましたね、無毒が。うん。いいよと。これぐらいの距離はあんただけだよと。うん。これは、言われたら嬉しい。では、練習してみましょう。좋아、이정도거리는너뿐이다。はい。좋아、이정도거리는너뿐이다。はい。では、最後ですね。서율은잘생겼잖아。覚えてますね。うん。잘생기다っていうのはかっこいいっていうことだから、ぜひ、ね、どっかでね、どっかで、韓国の男の人と喋る機会があったら、ぜひ言ってあげてください。잘생기셨네요。잘생기셨네요って言ってあげたら、多分喜んでくれると思います。では、練習してみましょう。서율은잘생겼잖아。はい。서율은잘생겼잖아。はい。はい。皆さんありがとうございます。今日も、韓国で学ぶ韓国会話終わりました。で、来週はですね、ゴールデンウィークなので、休ませていただき、再来週、また続けて、4話、皆さんに、観光でお伝えできればと思います。ではまた！バイバイ！